バレた。普通に上がってきてよ。にゃーん。マッピー。ゴロン。マッピー寂しかったの。マッピーいつも朝これやるけど、どこにいるの？朝。外をパトロールして、うん、でちょっと経ってからはぁって思い出して上がってくる。誰もおらんやんけって。その頃にはね、いるんだけどね、このシワチは。ちょっとかくれんぼしたいのもある。あ、今から行くよって言ってんだよね。そうだな、モッピー。ママに隠れとってほしかったの、モッピー。モッピー、膝じゃないんだ、足なんだ。モピモピ、じゃあモピのハゲって何した？してない。でもこれ引っ掛けすぎで、ファイナルアンサーでいいのかな。モッピー泣きながら去ってって、そっちに。帰ってきた。なんで？モッピー、モッピーおいで。ぬふ。パパが呼べばちゃんと来るね、モッピー。よいしょ、はい、モッピーじゃあ足組んであげるから、そこ座んなさい。はい、モッピー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 もおいで覚えたね。おいでって言ったら来るようになってきた。ね、モッピー、はい、はい、横に並んかい、はい、はい。あ、そこがいいの。この人いつも手すりにさ、顔乗せるじゃんね、こうやって。取りづらい。無理がある。がは。こうなるんだよね、いつも思ってに。にー。もっぴ、それだとパパ顔取れないんだけど。モピーママ行っちゃったよ。モピーが多分頭引っ掛けすぎてね、頭剥げちゃったんだよね。ちょっと今はだいぶ良くなったけど、怪我がかさぶたかったんで、まあ多分引っ掛けすぎだと思うけど、まあでもやっぱりハムマロみたいにアレルギー出てるかもしれない。ちょっとまたご飯買えなあかんかもしれない。ももちゃんもね、もっぴー、かわいそうにもっぴー、ちょっとだけ今ハゲてますね、もっぴー。ほんと皮膚がすぐ荒れる子たちですわ。ただこれが引っかいたからなのか、アレルギーなのかはまだよくわかんないし。にもピー。はい、こうしたら見やすい。お前もピー。ふん。にもぴ。甘えもぴです。
朝から掃除してたから各所で空気清浄機がめっちゃ鳴り響いとる。かわいよーん。あら、カメラに向けてくれたのに。やめたんだもん、ピー。ん？うちの手の上がいいの？その車の音が気になるもん。あ、毛生えてきたね、だいぶね、うん、もう生えてきてますわ。早い早い、再生が早いね、もぴね。この辺もちょっとハゲてることを考えるとどうなんだろう。でもかゆくてかいてハゲてんのかな、やっぱこの辺みんな。みんなだもんね、うちの猫ね。もぴ、ママ洗濯しとるよ。いかんでいいの。ハッピー。ハッピー。